シジミの話してもらおう。サブローリンでございます。そのままでもよろしいかと思いますが、もし足りないですが、わさび、お塩で召し上がっていただけますでしょうか。白魚の茶碗蒸しでございます。上から梅の泡をかけてまいりました。明石のタコでございます。勝浦サバのガリキ巻きでございます。お醤油少しつけていただいて召し上がっていただけますでしょうか。どうぞ。鹿児島の本荒です。ネジマグロでございます。山わさびネギ醤油で召し上がっていただけますでしょうか。どうぞ。じゃあカラスミでございます。カラスミでございます。
社が全部取られちゃってるって大変ですね。すごい。目アップされちゃうんですよ。好きでいいんですか。ごちそうさまでした。